これですね。はい、こんにちは、カパパです。今回はね、こちらなんですけど、先日10年使ったプロトレックに代わってね、導入したこちらのスントコアのブラック、これをはめてね、山登ったんですよ。まだ1回しかね、登ってないんですけど、かっこいいよね。正直言ってね、もっと早く買えばよかったなと思ってるんですけど、そういうわけで、まだ使い始めだから不満っていう不満はないんですけど、無理やり今回ね、欠点を探すとすれば、こちらのね、プロトレックと違ってね、これ電波ソーラーじゃないから、時間がね、だんだん狂ってくるんですよ。買ってすぐだからね、まだ数秒ですけど、月にね、1回ぐらい合わせれば、全然支障がないと思います。あとね、気になった点っていうかな、やっぱりね、山歩きするとどうしてもね、枝とかね、岩にぶつけることってありますよね。ちなみにね、こちらのプロトレックの、これ PRW3000 って言うんですけど、これね、こうベゼルのあたりね、こうガチャガチャに削れちゃってるんですよね。で、ガラスもね、これよく見るとね、これ、ひびじゃないけどね、こう、傷が入っちゃってるんですよ。いずれね、こちらのスントコアも、このプロトレックのようになっちゃうんじゃないかなと。このね、ベゼルあたりに傷が入るのは、これ仕方ないんですよ。だけどね、こういうガラスに傷が入っちゃって、割れちゃったりしちゃうと、もう全然使えなくなっちゃうんで、やっぱね、このスントコアも、やっぱりこのガラスの部分はちゃんと養生しなきゃいけないなということで、保護フィルムをね、買ってきました。はい。で、それがね、この保護フィルムなんですけど、高硬度。硬いよということで。で、こちらのタイプは、表面は光沢があって、手触りもね、ツルツルしてるというタイプです。それでいてね、自己吸着タイプで、要は貼るとき楽ということと、やっぱメイドインジャパンということで買いました。で、値段はね、870円でした。では、早速、こちらのスントコアに貼っていきましょう。高硬度保護フィルム、光沢タイプということで、はい、開けましょう。はい、このパッケージの紙と、これが貼り方のアドバイスっていうのが入ってます。それとね、これが中身ですね。ちょっと見えますかね、見づらいかな。こういうものが入ってますね。1番目ね、吸着面保護用っていう、このフィルムを外してまず時計に貼ると。で、時計に貼ってから表面の保護剤を取ると、そういう感じですね。はい。で、この1番の方ね、ちょっと濡れたやつが入ってて、で、2番の方は、これドライって書いてありますけど、乾いてますね。じゃあちょっと濡れた方でね、こう油汚れとかをここで取るということですね。これね、こうやって油汚れを取ってて分かったんだけど、こうガラスがね、こう平らじゃなくて、こう湾曲してますね。こうレンズみたく真ん中がちょっと盛り上がってる感じ。それでね、こういう正し書きがあったんですよ。こんな感じで、このフィルムを貼るときに周辺部は平らじゃないから、全面は貼れませんって書いてあったんですよ。こういうやつ最初意味が分かんなかったんだけど、これ拭いてて分かったね。こういうふうにやって、汚れとかホコリを取ります。はい。で、その後ね、これを貼っていくわけなんですけど、僕ね、こういうの苦手なんだよね、正直言うと。で、これをここに貼るんですね。で、確かにね、縁の方までは貼れない。ほら、わかります?これ。この縁。ね、この縁。これが縁の方まで、ここら辺までは貼れないですね。これね、何度でもね、貼り直し効くようなんで、とりあえずやってみましょうか。ちょっとずれてもいいよね。はい、しっかり押し付けて、いいですね。で、最後表面の保護紙を外すと、これですね。ピーン、こんな感じ。確かにこの縁の方まで覆うわけじゃないんですよね。縁の方がこうね、ガラス面が落ち込んでるんで、その中心部の大体8割ぐらいを覆う感じなんですけど、うまく貼れたんじゃないかな。でね、こうパッと見てね、見た目もね、貼る前と貼った後そんなに変わんないし、そんなにっていうか全然変わんないですね。これでね、縁の方は逆にね、これ傷がつかないんで、真ん中あたりに貼ってあればね、なんとかなるんですけど、
それもね、パッと見てるうちにこう気にならなくなってきましたね。貼ってるのが分かんないぐらい。はい、というわけでございましてね、まだ正直言うとね、ちょっと近所の低山しか登ってないんで、傷一つついてないっていうのが現状なんですけど、というわけでね、このフィルムも貼り終わりましたんで、これからねガシガシ使っていきたいと思います。はい、ということでございましてね、今回はスントコアの保護フィルム、高硬度の保護フィルムですね、硬さ 9H 光沢タイプ、これのね貼り付けの動画でした。ご視聴ありがとうございました。カババでした。